なぜこんなことになってしまったのだろう。すべてはあいつのせいだ。そう、神の仕業だ。俺は世界一の泥棒だった。自分で言うのもなんだが、世界一というのがまさにふさわしい。俺は世界を股にかけて様々なものを盗んできたのだ。一度も失敗することはなかった。それなのに俺の一生の不覚は神に捕まってしまったことだ。しかし驚いたよ。俺への刑罰が5年間サンタクロースになることだって。大泥棒のこの俺が子供にプレゼントを配るって。神というやつは何とも皮肉なことを考えたものだ。はい、というわけで世界一の大泥棒がサンタクロースになったというお話なんですけれど、なぜ神様はこの大泥棒に刑期として5年間、サンタクロースをやれと言ったのか、ちょっと謎が謎を呼ぶ展開ですけれど、プレゼントのところに矢印がありますね。あー、これでプレゼントを集めてポイントを稼いで、で物語が進むって感じなのかな。今19個のプレゼントをゲットしました。これを配っていくと、あー、家に届けるって感じなんだね。そのために俺は今必死で大袋にプレゼントを詰めている。そう、子供たちに配るプレゼントを、人様から物を盗むことを仕事にしていたこの俺がなんでガキに贈り物を配らなきゃいけないんだ。まったくお笑いだぜ。今までは奪ってたのが今度は与える立場になったと。あー、神様にはなんか狙いがあるんだろうね。だが神の野郎、今に見てろよ。俺はある計画を着々と企てていた。神様のハートを盗むとか、それありそうだね。盗んだのはあなたのハートですよみたいな。1年目、相棒。相棒といえばトナカイですね。トナカイが相棒になってくれるのかな。もうすでに乗ってるけどね、それに。かわいいのが。今日はクリスマスイブ。いよいよ本番だ。袋詰めも完了したので、あとは移動用のトナカイが来たら出発するだけだ。が、それにしても遅いな。と思っていたら、薄汚い子犬が足元にまとわりついてきた。プレゼントちょうだいって言ってんのかな。可愛らしいじゃない。一個ぐらいあげて。ささみジャーキーとかないの。あっち行け。だが子犬はじっとこっちを見て動こうとしない。仕方なくシッシッと追い払おうとした。その時、プレゼントの袋詰めは終わったか。子犬がそう聞いてきた。喋った。おい、ちょっと待ってくれ。まさかお前が。そう、お前の相棒になるルドルフだ。かっこいい名前だね。俺は返す言葉が見つからなかった。子犬ってソリ弾けるの？そんなパワーあるの？こんなちっこくて子犬のようなのが俺のトナカイ？しかも鼻水垂らしてアホ面している。こいつが可愛さアピールしてるじゃない。結構あざとい感じの犬なんじゃないの？こういう犬って作詞だからね、実は頭がいいような気もするけれど。俺の計画はこれでご破産だ。俺は金持ちの家で金目のものをいただいて、ソリでそのまま逃亡するつもりでいた。そのために逃亡ルートも練り上げ、あとはトナカイが来るのを待つだけだったのに。トナカイは神様の味方なんだからね、絶対ね、仲間になってくれないような気もするけれど。それがやってきたのが、こんなちっこい犬っころじゃ。ソリで逃亡なんてありえない。俺はがっくりきた。まあ、トナカイだからそういう知能はないって考えたのかな。ん？どうした？早く行くぞ。犬っころがそう言うので、俺は首を振った。でもさあね、行かないわけにはいかないし、こうなったら自分の足で逃げるしかない。俺はそう腹をくくった。でもさ、一回捕まったわけだからね、神様はどこに行ってもね、逃げられないような気がするけれど。お前どこへでも好きなところへ行け。お前も自由になりたいだろ。俺は犬っころにそう言ってやった。だがうるさいよ、早く支度しな。あー、多分ね、忠実な犬なんだ。犬ってのは飼い主にね、忠実だからね。うん、神様に忠実なんじゃないの、この犬っころは。は？俺は耳を疑った。これからお前の初仕事だろ。早く言う通りにしなよ。なんだと?こいつ、俺に指図するのか？てめえ、ぶっ殺すぞ、犬っころが！あー、ワンちゃんはどういう、でも強そうだよね。神様の使いってことだから、多分普通の犬ではないでしょう。喋ってる時点で普通じゃないしね。だが、犬っころは平然とこう言い放った。そんな態度を取ると、ためにならないよ。なんだ?俺のためにならないだと。この犬っころの余裕っぷりは、一体何なんだ？念能力とか使えるんじゃない、もしかしたら。多分未知のパワーを持ってるんだろうね。じゃないとこんなでかい態度取れないでしょう、人間相手に。さあ、どうなる？312溜まりました。
1年目初仕事、やっぱ仕事したんだ。俺はヒーヒー言いながらやっとのことで1軒目に着いた。俺を相棒と抜かしやがった自称トナカイのあの犬っころと100人分のプレゼントを乗せて、俺はソリを押してここまでやってきた。100人って相当な量だけどね。お、なになに、カシャンカシャンジョブジョブジョブ回り始めた。あんなのに巻き込まれたら死んじまう、いやだー。リセットゲーム。なんでいきなりホラー展開になったの。私焼肉屋の漫画が好きです。さあ1440になりましたね。1年目。でもさ、5年働くって言ってもさ、1年に1回しか働かないでしょ。めちゃめちゃ楽な仕事だよね。1日はたくめちゃめちゃ働かなきゃいけないけれど、トナカイをソルに乗せてサンタが押して歩いてくるとは、なんと本末転倒な話なのだ。ご苦労。さあ行くぞ。この犬ころは何してたんだろうね。指導だけなのかな。犬ころがひょいとソリから飛び降りる。こいつの上から目線には理由があった。まあ先輩だからね。それは理由というよりも先輩にはね、讃えないとね。なんでしょうか。ワンちゃんにはなんか理由があると。なんとこいつのは、こいつは神の指令でやってきた俺の監視役だというのだ。あ、予想通りだったね。まさかこんな奴が。俺は試しに全速力で逃げ出したのだが、小さいとはいえさすがは犬。いや、トナカイだけあって、その脚力は恐ろしいものがあった。でもさ、いくら足速いからって捕まえられないんじゃないの？子犬っていうぐらいだからちっちゃいだろうしね。噛みついたって振り払えばなんとかなりそうだけど。結局、俺は逃亡を諦めざるを得ず、やむなくソリを押して一軒目にやってきたというわけだ。まったく、なんてことだ。だが、たどり着いた家を見て、俺はがぜんやる気が出た。一軒目から金持ちの豪邸じゃないか。金持ちだったら別にプレゼント配らなくてもいいんじゃないの？ね、あり余ってるでしょうかね。もっと貧しい子にさ、プレゼントあげた方がいいような気もするけれど。神様、まあ、神様平等に扱ってるんだろうね、そういうところも。豪邸を見て、俺の泥棒根性に火がついた。お宝の山だろうからね、それは手出したくなっちゃうわな。一年目、悪ガキトミー。これプレゼントを配る子供のことかな。悪ガキトミーか。金持ちのところで育ったから甘やかされて育てられたんだろうね、きっと。さあ、このトミー相手にどうするの、このサンタクロースは。だが犬頃は、俺の心を読んだかのように。逃げたいなら、好きなものを盗んで、逃げな。何？こいつのこの余裕が、不気味なのだ。こんなことね、また悪事を働いたらケーキが伸びちゃうわけだからね、逆にありがたくなっちゃうのかもしれないね。まあでもね、捕まえられるって踏んでるだろうからの作詞な発言だろうけれども、俺は平静を装い入り口となる煙突に向かった。犬っころが当然のような顔をして俺の頭の上に乗っかってくる。気をつけて降りろよ、なんて昔ながら。俺は世界一の大泥棒だぞ。こんな煙突くらい。俺は物の見事に煙突からずり落ちてしまった。おかげで、すすで真っ黒だ。まあ、煙突はね、入り口じゃないからね。普通入ったら真っ黒になっちゃうわな。黒いサンタクロースになるから。子供が見たらトラウマになるよ。どういうこと、サンタクロースって赤じゃないのみたいな。真っ黒じゃん、ママってなっちゃうと思うけどね。しかも、痛い思いをしたので、したのは俺だけで、犬黒は煙突の下で尻餅をついている俺の頭の上から、何事もなかったかのように、平然と、飛び降りた。その時見つかっちゃったじゃない、起きてたんじゃない、子供が。サンタさんを待って起きてたのみたいな。俺もね、夜遅くまで頑張って起きてたよ。あ、泥棒と子供が一人起きてきた。違う、サンタだ。俺はそうとなるとプレゼントを放り投げた。泣き出しちゃうじゃない、子供ね。そんなこと言われたら、こんな人相の悪いおっちゃんにね、サンタだよみたいな感じで怒鳴られたら、俺だったら泣いちゃうけど。汚ねえな、真っ黒じゃないか。確かに、リボンで結ばれたプレゼントの箱は、すすで真っ黒だ。しかもなんだよ、これ。今時こんなもんで喜ぶかよ。中から出てきたのは、ブリキの機関車だ。いいじゃん、ブリキってね、今ね、結構高く売れるんじゃないの。すぐ金勘定で考えちゃダメだ。なんか子供心を忘れちゃいけない。ブリキのおもちゃ味があっていいじゃない。なんでだよ。いいじゃないか。これで、思いっきり遊べ。ふざけるなよ。しかも、戦闘だけってなんだよ。普通他の車両も繋がっているだろう？ん？ほんとだ。
先頭の1台だけだ。それじゃね、つまんないね。俺でもしけたプレゼントだと思う。友達同士でさ、合わせて遊べって言ってるんじゃない？神様からのメッセージなんだよ、きっと。この子は多分ね、一人ぼっちで友達と遊ぶ習慣がないんだよ。だから友達に先頭車両以外の車両を渡して、友達と一緒に合体させて遊ぶように仕向けてんじゃない？きっと。だが仕方ない。品物は俺が決めたわけじゃないんだ。お前の絵は金持ちのようだから、これで十分だって。神のじじいが思ったんだろうよ。とにかく、ありがたく受け取っとけ。そうだ、金持ちなんだからね、後部座席をね、買ってもらえばいいんじゃないの、親に。そういうことかな。実は親と仲が悪くて、その仲を取り持つために戦闘車両だけ渡したとか。もう深読みしちゃうわ。いらねえよ、こんなもん。あ、このクソガキ。機関車を放り投げやがった。この野郎は、人がクソ寒い中持ってきちゃったのに、何すんだ。うん、でもね、すごいね、この子供は。いたずらって言ってるけど、こんなね、人相悪いおっちゃん相手に堂々と渡り合って。だが、トミーというそのクソガキは、平然とした顔で、サンタのくせに、子供に暴力を振るうのか？神様にチクってやる！そう言って、いきなりブツブツと祈り始めた。そんな簡単に神様に祈りって届くものなの？俺ちょっと信仰心最近忘れてるからさ、神様に祈って、なんか、宝くじでも当ててもらおうかな。ほら、やめろ！俺は慌てて言ったが、犬っころの野郎も、トミーの横に座って、祈り始めやがった。だが、こいつらがそうしてる間に、俺は、金の置き時計を、大袋に、さっと入れた。これ、さりげなくやるな。さすが大泥棒とだけ言われてるだけあるね。でもそんなことしてもバレるって絶対どう考えても、神様見てるんで決まってんじゃん。子供部屋には、不釣り合いの、正真正銘、純金の代物だ。相当な金持ちなんだね。この辺の手際の良さは、さすが俺様。よし、この調子で次も行くぞ。プレゼントあげる以上にね、儲かっちゃうかもしれないね。やだな、そんなの。金持ちの家もね、とばっちりだよね。お前サンタが盗んだぞ、みたいな感じで。神様に祈りが届くなら、そういうクレームが来そうだしね。神様はそれをどう対処するんだろう。さあ、どうなることやら。二軒目は、孤児院だった。ここじゃ、盗むものはなさそうだな。だが、ここでプレゼント10個以上はさばける。なんせ、自分でソリを押しているのだから、少しでも荷物は軽い方がいいのだ。そっか、なるほどね。100人に配らなくても、1人に10個ずつ渡せば10人で済むわけだからね。ずる賢いな。そういうところ頭よく働くんだろうね。さっとそういう悪知恵が働くっていうのはさすがなんだろうな。誰に何を渡すか決まってるんだから、間違えるなよ。わかってるよ、うるせえな。犬っころがごちゃごちゃ言うものだから、またガキどもが目を覚まして、さわし始めた。うん。あ、サンタだぞ。すげえ、本当に本物か。しかし、珍しいサンタだな。言われ放題じゃねえかよ。確かになんでさ、1年目なのにこんなボロボロなサンタ服着てんだよな。もっと神事っぽい格好しろよ、お前。俺はそんなガキどもの相手はせず、黙々と配り続ける。だが、ガキどもがプレゼントをあげると、ざわつきが、ますます大きくなった。これ、わざと変なプレゼントをさ、配らせることによって、こいつになんかさ、子供からネチネチ言われる、ことを見越してるんじゃないの、神様は。それでストレスを溜めさせて、5年間ストレス漬けにするみたいな。おい、それよこせ。やだよ、俺はこっちの方がいい。サンタさん、僕も飛行機の模型が欲しいんだけど。まったく、うるさいガキどもだ。神様に声が届いてるっていうならさ、プレゼントをさ、多分こういうのが欲しいってさ、子供たちは願ったと思うんだよね。その願い通りのものをあげてないってことでしょ、今のところ。なんでだろうね。だが待てよ。他のプレゼントも、ここに全部置いていけばいいんだ。そうそうそう。哀れな孤児のガキどもにやるんだから、神も文句は言わないだろう。あ、じゃあ、ちゃんと配ってたのか。俺の方が先に悪知恵働いちゃったわ。やべえ、世界一の大泥棒より俺の方が先に悪知恵が働いてたっていう。そうだよね。そういう風にさ、一気に配っちゃえばね、他の奴ら配る必要ないし。よし、もっと持ってきてやろうな。と、俺が言うと、犬っころがまたうるさいことを言った。ダメだ。他の子供たちが待っている。うるせえ。つべこべ言うんじゃねえ。まあ、でもね、名前書いてあるんでしょ？多分。他の子たちがかわいそうっていうのもあるし。すると犬っころがメモを取り出した。おい、お前何書いてるんだよ。バカだな。日報だよ。一件目で泥棒、二件目でノルマ放棄。ちゃんと泥棒見られてんじゃねえかよ。おいおい、見てたのかよ。当然だろ。金の時計は俺が戻しておいたから。優秀すぎんだけど、犬っころが。ちゃんと仕事してますね。さすが監視役と言われるだけあって、そういうところは抜け目ないんだろうね。いつの間に、
俺が気づかないうちに戻してるなんて、こいつただの犬ころじゃねえ。俺はようやくこいつが監視役なのが理解できた。まあ、神様が使わせるぐらいだからね、それ優秀な人材なんでしょう。人材じゃない、犬材なんでしょう。くそ、仕方ない。俺は無理やり笑顔を作っていった。こらこら、子供たち、みんなで仲良く分かってな、喧嘩するんじゃないよ。だがガキどもの騒ぎは収まりそうにない。これ切れちゃうんじゃないの。切れてないですよ。しかしマイクという図体のでかいガキが急に俺に絡み始めた。お前本当にサンタかよ。サンタならそんなトナカイ連れてねえだろ。確かにこんなのを連れていたら疑われても仕方ないな。犬見て、見た目犬だからね、それ疑われても仕方ないわ。でもね、あのトナカイっていうのは迷信だからね、知ってたみんな、実際トナカイなんていないんだよ。でもここはちゃんと言っておかなきゃいけない。いくら俺がいやいややっていても、俺は歴としたサンタクロースとして仕事をしているのだから。おじさんは本物のサンタクロースだよ。俺は満面の笑みでそう言った。ちゃんと笑顔作れるんだね。早くこの場から逃げたいから、こうやって取り繕ってるんだろうね、笑顔とかを。やるじゃない、さすが。嘘だね、サンタなんか本当はいないんだよ。俺はため息をついた。お前な、子供のくせにそうやってひねった考えはやめな。ろくな大人にならんぞ。見本がいるからね、ここに。俺みたいにな、と言いかけたが、さすがにそれは、いや、自虐になっちゃうからね。子供たちの将来のためにね、反面教師となるといいっていう、言った方がいいような気もするけれど。サンタなら、なんでそんな汚いんだよ。おっさん、汚すぎるや。だって今まさに煙突に入ってたからさ、仕方ないんだよ。なにこの言葉に俺は、すっかり頭に来てしまった。しかも、他のガキどもも調子に乗って、暴言を吐き続ける。子供っつうのは正直だからね、思ったことをそのまま口にしちゃうんだよ。でもね、そこは大人だからさ、そこ悟してあげないと、ちゃんと。ぶせ、ごちゃごちゃ言ってると、ぶっ殺すぞ。一番悪いパターンですね。シーン。さすがにガキどもも、が、口をつぐんだ。その時。何か嫌なようにするよ。神様から怒りの鉄槌が来るとかないかな。そんなギャグ展開はないかな。かわいいね。よしよし。お、その声の主、ルイスが、俺が渡した人形を抱きしめて、話しかけていたのだ。そしてルイスは、俺の方を見ていった。サンタさん、ありがとう。ルイスくん、この状況を理解できてないのかな。あんまり空気が読めない子なのかもしれない。多分自分の世界に没頭しちゃう子なんだろうな。予想もしなかった言葉に俺は思わず、メリークリスマス。また来年な。と言ってしまった。その言葉に、他の子供たちも、おのおののプレゼントを手に取って、ベッドに戻っていった。これは多分本心なんだろうね。また来年なっていうのは。こういう清い心の子が、清い心のままストレートに感情を示してくれたから、この大泥棒も、ちょっと胸打たれたところがあったんだろうね。無意識に出てしまった清らかな部分って感じなんでしょう。よかったな、礼を言われて。雪道で、ソリをしていると、犬ころがそう言ってきた。うるせえ。知るか、そんなこと。と、俺は言ったが、ルイスの、ありがとうという言葉が、耳から離れずに残っていた。今まで言われたことない言葉なんだろうね。なんか変な罵声を浴びせられたことはあっても、感謝の言葉なんて今まで言われたことがなかったから、すごい心に染みたんでしょう。結局俺は今年のノルマ100人全員にプレゼントを配り終えた。おー、やるね。ノルマ放棄はどんな理由があっても許されない。来年もそれを忘れるなよ。犬クロはそう言って帰っていった。1年目これで終了ってことか。え、じゃあ残りの364人じゃ何してんの？ニート生活できんの？もしかして。めっちゃ楽じゃん。けっ、ノルマなんか知ったことか。空や海やいろいろな場面で追ってから逃れてきたこの俺だ。来年こそは必ず逃げ延びてやる。じゃあ364日の間に逃げ延びればいいんじゃないの？逃げ延びそうな気がするけどね。さすがに神様でもさ、そんな364日もさ、ずっと監視なんてできないだろうしね。さ、1440溜まりましたよ。3年目、相棒の成長。どっちの成長だろうね。今年もまたクリスマスがやってきた。結局2年目も逃亡は失敗に終わり、3年目を迎えてしまった。とにかくあの犬っころがかなりの腕利きなのだ。舐めてかかったけどやっぱ優秀だったんだね。去年は火が、くべられた煙突に突き落としてやろうとしたが、裏を書かれて俺が落ちてしまい、危うく焼け死ぬところだった。裏を書かないとダメだろうね。なんとか逃亡できないものか。
俺がそんなことを考えながらプレゼントの袋詰めをしていると、またあの犬っころがやってきた。うん、私もまたこの季節がやってきたんですね。でも結構なんか様になってんじゃん。1年目2年目と比べたら全然なんかねサンタっぽくなってるしね。さあどうなるでしょうか。私はサンタとして活躍できるんでしょうかね。だが犬っころはそんな俺の気持ちを察したかのように、俺の仕事はお前の監視だ、だが今年はそりくらい引いてやろう。何がそりくらい引いてやろうだ、それがトナカイの仕事だろうが、なんてやつだ。今までは監視してたけど今度は引いてくれるってことか。つまり監視が必要なくなったってことなんじゃない、もしかしたら。いつか丸焼きにして食ってやる。3年目トミー。今年も1軒目は悪ガキトミーの家だ。しかしいつ来ても立派な屋敷だ。なんとか一つでも盗みたいところなのだが、もう盗むことまだ考えてんだね。1年2年でなんか考えは変わらなかったのかな。お、今年はスムーズに煙突を取れたじゃないか。また余計なことを言いやがって。この犬頃ね、無自覚だけど成長してるってことだよサンタとして。何が、え、なんだまたサンタか。別に何もいらないよ。トミーは相変わらず生意気だ。トミーくん毎年来てるのにね。今年は少しいいものを出せと神の野郎に言っといたからよ。期待しな。だが中から出てきたものはまたもブリキの機関車だった。あのクソジジイ、散々言ったのに。なんか狙いがあるんだろうね。なんだよ、また同じじゃないかよ。いらないよ。同じじゃねえよ。よく見ろ。最初が戦闘車両で、去年は2両目。なんと今年はさ、ディアゴスティーニっぽくしてんじゃねえよ、お前。繋げて遊べば最高じゃないか。あれだね、完成するまでいい子でいろっていう、そういうことだろうかな。いい子でいないとプレゼントもらえないから、完成できないと。すげえ嫌がらせじゃん、完全に。だがトミーは、ふん、と放り投げると、向こうの個人にでも持っていけよ。こんなものでも喜ばれるぞ。それを聞いて、俺はため息をついた。トミー、あの子たちは、親がいない。そんな言い方をするな。親がいたって、いつも一人でいたら、結局は同じことさ。ないものねだりっていう感じなんだろうね。多分この子は孤児院の子たちが友達同士で仲良くしてるのが羨ましいみたいな。で、孤児院の子たちは親が羨ましいみたいな。ないものねだりをしてるんだろうね、多分。よくよく聞くと、トミーの両親は会社を経営していて、クリスマスは毎年忙しく、トミーはいつも一人なのだという。こんなちっちゃい頃から一人ぼっちのクリスマスを経験してるなんて辛いわな。ま、俺は一人の方が気楽だからいいんだよな。こいつ、昔の俺みたいなことを言いやがる。このままだと自分見たくなっちゃうって心配しちゃうんじゃない？なるほどね。ま、親がいることの幸せがいつかこいつもわかるだろう。あわよ、来年も来るからな。失って初めて気づく大切さっていうものがあるからね。うちはもっといいものもらえるからいいんだよ。来年は来るなよ。ものじゃないんだよ。お前は少しは大人になれ。幸福なんていつまでも続くほど世の中甘くないぞ。今はお金持ちだから両親の愛は受け止めなくても金があるからね、住まいとかは提供されているけど、それが失ったらどうなるかって話だし。だがこいつにそんな言葉が通じるはずもないか。さて次は個人だ。またルイスの喜ぶ顔が見れると思うと俺はなんとなくウキウキしていた。あのお礼言ってくれた子だね。うん、いいじゃない。なんか親っぽくなってるよ。個人たちの親としてなんか成長してるんじゃない。なんかもう格好もさ、なんかサンタっていうよりもピエロになってんだけど、大丈夫かお前。でも女の子の成長は早いからな。そう、大人になるの早いからね。ルドルフがまた俺の気持ちを読んだかのように嫌味なことを言いやがる。恥ずかしがっちゃうかもしんないね。お父さんとお風呂入るの嫌みたいな、周期の女の子みたいに。本当にうざったいトナカイだ。いつか毛皮を吐いてコートにしてやる。ちっちゃすぎてさ、腹巻きぐらいにしかならないんじゃない？もうさ、3年目だからね、いい相棒になってるんじゃないの？お互いの考えが分かって意思疎通できるみたいな。だが、俺を待っていたのは、ルイスの予想もしない反応だった。やめてよ、ちょっと傷つけるのだけはやめてよ。サンタさん、お願い。今年は、お人形さんじゃなく、ドレスが欲しいの。もう大人びすぎじゃない？ちょっといきなり。いつものように人形を渡すと、ルイスが珍しく、ダダをこねた。好きな子でもできたのかな？許しませんよ、お父さんは。私が認める相手じゃないと許しませんよ、お父さんは。ルイスちゃん、マジかよ。なんだよ、ドレスなんて早だろ。それに、去年約束したじゃないか。また人形持ってくるって。
だがルイスは首を振る。私、サンタさんにお手紙も出したのよ。今年はドレスにしてって。見てないの？多分切って貼ってなかったんだよ。それで多分ね、家に戻ってきちゃった。だって。だって読んでないよ、そんなに。聞いてない。もしくは神様が読んだのに捨てたか。どっちかだよ。なんだよ。そんなの見てないぞ。サンタへの手紙は神の元に届くはずなのだが。俺は窓の外から中を見ているルドルフを見るが、奴は相変わらず澄ました顔で知らないふりだ。これさ、神様もルドルフも知ってたってことなんじゃない？あえてこの人形を渡したみたいな何か考えがあって。なんだろう。与えられた試練なんじゃない？この大泥棒くんがこの試練を乗り越えなければいけないみたいな。どうしてもダメ？リスは必死でドレスをねだる。だが、ないものは仕方ない。ごめん、ルイス。ドレスはないんだ。ルイスはじっと下を向き、涙をこらえていたが、パッと俺の方を見て、多分大丈夫だよって言うんだろうね。本当は欲しいけど、大人びているから。サンタさんのバカ！あれ？そう叫んで部屋から出ていった。まあ、大人びてるとはいえ、まだ子供だからね。どうしたんだよ、ルイス。その様子を黙って見ていたマイクが突然ルイスに向かって言った。けっ！お前なんかどこでも行っちまえ！なんなのそれ！言ってよ、なぜか。理由を言ってくれなきゃさ、理不尽すぎるじゃん、そんなの。かわいそすぎるよ。なんでだろう。一体何があったんだ？あいつは金持ちの家に、もらわれていく。なんだって？里親が見つかったってこと？明日の明け方、迎えの馬車が来るんだよ。最後のお別れだったってことか。そのお別れの記念にドレスが欲しかったってこと？可愛い私を見てみたいな。そうか。そういうことだったのか。それでいい気になっているんだよ。あいつは。いや、そういうことではないでしょ。いや、違う。それは違うぞ、マイク。まあ、子供には分からないかもしれないけどさ、あの子はきっとこのサンタさんが好きだったんだよ。ルイスはきっと新しい家に行くのに恥ずかしくない洋服を、あ、そういうことだったの？ごめんなさい。すごい勘違いしてた。着て行きたかったんだ。今の服はボロボロだからな。違うんじゃないの？可愛い姿をサンタに見せたかったんじゃないの？新しい親に恥ずかしくない自分でいたい。ルイスはそう考えたに違いない。ありのままで行けばいいのにね。ドレスを着てないさ、ルイスちゃんを見て里親の人たちはさ、引き取ろうと思ったわけでしょ？わざと背伸びしなくてもいいと思うけどね。ありのままの姿でさ、なんかね、行けばいいと思うけど。俺はそう思うと、胸が痛くなった。神の野郎。なんでルイスに服をプレゼントしないんだ？ルイスのバカ野郎！俺は金持ちなんかにもらわれないぞ！ずっとこの家で暮らすんだ！俺もこの孤児院がもう、マイホーム、実家みたいなもんになってるからね。涙ぐんでそう叫ぶマイクの気持ちも、俺にはよくわかった。人の気持ちがわかるようになってんじゃん。自覚ないかもしれないけど、ほんと君はね、成長してるんだよ。心も。ルイスとマイク、俺は、この子たちに何もしてやれないのか。チキショウ。あなたのハートを盗めばいいんじゃないの？ねえ、大泥棒なんだからさ、物じゃなくて、ハートを盗めばいいんだよ。君ならできる。孤児院を出た後、俺はルドルフに食ってかかった。お前、手紙のこと知ってたのか。あ、知ってたよ。それを聞いて俺はカッとなった。そりゃ怒るわな。俺だって怒るわ。なんで黙ってたの？なんか意味深な発言してたけどさ、やっぱり知ってたってことなんだね。じゃあなんで服にしてあげないんだ？あの子の気持ちも考えろ。おいおい、プレゼントを決めるのは俺じゃないぜ。そんなことは分かってる。だが、神の手先であるお前のことも俺は許せない。ねえ、知ってたってことは神から教えられてたってことでしょ？だったらさ、ねえ、告げ口してくれてもよかったじゃん。相棒なんじゃないのかよ、俺らは。信頼されてないってことなの？すべては神のおもし召しなのだよ。この言葉に俺は、すっかり頭に血が昇ってしまった。やめだやめだ。サンタクロースなんかもうごめんだ。それはもう仕方ないわな。あと2年頑張れば、ねえ、解放されたけど、気持ちを優先しちゃったってことか。おい、プレゼントを待ってるのは、リスだけじゃないぜ。ルドルフはいつもと変わらない口調で言った。ルイスには、新しい家族ができる。それで十分じゃねえか。そう言われて、俺は、ハッとした。まあ、そうだけど、でもルイスちゃんの気持ちをさ、ね、考えたら、わざわざ人形を与える必要ないじゃん。ね、向こうでも幸せになるし、さらに幸せを分けてあげればいいじゃん。言われてみれば、確かにそうだ。ドレスなんか、問題じゃねえ。ただ、俺はあの子の気持ちを思うと、
お前の気持ちは分かってるよ。だが今は仕事だ。気持ちは分かっているよ。今までの関係だったらね、言えないセリフだしね。やっぱり信頼してるってことなんだろうな。よし、分かった。俺はルドルフの言葉にようやく立ち上がった。そうだね、自分の気持ちも大事だけど、待ってる子がねまだいるからね、その子のためにも頑張らないと。そっか、すげえな、成長具合が凄まじいんだけど。もともとはいいやつだったんだろうね、こいつも。今年のノルマを終え、帰路に着いたのは明け方近くだった。もう丸一日働いてたってことか。でも一年に一回だから、それぐらい働かないとね。ちょうど孤児院のそばを通りかかった時、一台の馬車が止まっているのが見えた。ルイスだ。あれ、早朝から出かけるの？それはルイスを迎えに来た馬車だった。え、どうなるの？最後のお別れの挨拶した方がいいんじゃないの？ねえ、もう二度と会えないかもしれないんだから。立派な身なりの紳士と、その夫人らしき女性が、ルイスに話しかけているのが見える。この二人が、ルイスの新しい親なんだろう。そっか、いい人そうでよかったけどね。お金持ちの家だからね、物には困らないだろうけれど、どうなるんだろうな。ルイスは恥ずかしそうに下を向いているが、二人はそんな彼女を優しく迎え入れているようだった。優しそうな親で、よかったじゃないか。ルドルフの言葉に、俺はうなずいた。そうだね、今ドレスなくてもね、たくさん買ってくれると思うよ、その両親は。好きで好きでたまらないから、多分甘やかして育てると思う。これから新しいドレスなんていっぱい買ってもらえるだろうしね。神の意図が俺には分かったよ。綺麗なドレスなんか着ていなくても、迎えてくれる親に、ルイスは巡り会えたんだ。よかったな、ルイス。やっぱり俺が一番最初に言ってたことが当たってたってことか。格好なんて関係ない、ありのままでね、みたいな。でもそうだけどさ、それを教えるためにあげなかったってこと？別にあげてもいいような気がするけどな。まあでも神のおもし飯だからね、私みたいなね、一般人にはね、想像もつかないような考えがあるんでしょう、崇高な考えが。だがその時、個人の2階の窓から、マイクが見ているのに、俺は気づいた。マイクは好きだったんだろうな、きっと。マイクは唇を噛み、涙をこらえて、ルイスを見ている。マイク、お前は強くなるんだ。俺はお前の幸福も祈っているからな。でもさ、手紙の文通とかもできるわけでしょ。多分さ、住所とか聞けばさ、会いに行けるし。そうだよ、大丈夫。大人になったらまた会いに行こう。大人にならなくてもいいじゃん。一年に一回さ、ね、遊びに来てもいいわけだし。個人に遊びに行きたいと言えばさ、両親も許してくれると思うよ。ルイスを乗せた馬車が走り去っていくのを、俺はいつまでも見つめていた。サンタ自身は会わなかったんだね、最後。せっかく最後の別れになるかもしれないのに。あのままさ、プレゼントあげないっていう感じで別れちゃったらさ、恨まれちゃうんじゃないの？なんか嫌な感じだね。まあでもさ、多分来年のさ、クリスマスに会えるんじゃない？そうだよ。両親の元でさ、すくすく育ったルイスにまた会えると思うし、仕事頑張ってればそのうち会えるんじゃない？あと2年だし頑張ろうぜ。さあどうなるでしょうか。刑罰最後の年、5年目。あ、もう5年目なんだ。4年目は飛ばした感じ。俺がサンタになってもう5年が経つのか。早いものだ。ルドルフも立派なトナカイになり、あ、もうルドルフこの姿なの？全然犬じゃないじゃん。俺も見てくれだけは立派なサンタになった。だが、この仕事も、これで最後だ。悲しくなるね。ケーキとは言わずさ、このままさ、ずっとサンタでいいんじゃないの？やっと俺は自由の身になれる。そう思いながら、袋詰めをしていたが、不思議なことに、特別嬉しいという感情も、湧いていなかった。ルドルフには、空を飛ぶ力も備わり、俺は空中を滑るように飛んでいた。もともとはじゃあ小鹿だったってこと、小鹿っつうか小トナカイだったのかな。お、1992クリスマスソングがね、有名な曲がたくさん出た年ですね。よし、頑張りましょう。だがそれだけのことだ。俺はいつものように淡々と仕事をこなそうと思っていた。一軒目はいつものようにトミーの家だ。空中から見えるトミーの家は相変わらず大きいが、なんだか今年は違って見える。最後のね、お仕事だからね。トミーか、トミーくんの成長は見られるのかな。この大泥棒のさ、成長はもう目を見るより明らかですけれど、外観はさ、目を見るとかじゃない。庭には草が生い茂り、中には人の気配もない。引っ越したのかなと俺がつぶやくと、ルドルフがちゃんとリストには名前がある。今年も会えるさ。
ああ、会いたいって気持ちが分かってんだろうな。もう本当に相棒っぽくなってるね、ルドルフが。いいじゃないの。そうだな。先に孤児院の方を回るか。だが、孤児院に着くと、俺は呆然となった。一体これは、どういうこと？嫌な予感するんだけど、何？火事が起こってるとかないよね。だってみんないなくなっちゃってるとか？さすがにそれはないわな。